地上の様子はどうでしょうか。見ていきましょうか。あ、サッカーしとる、サッカーしてるおお、どういうシーンでしょうか。私あんまり詳しくはないんですけれども、全然わからなかった暑そうですね。水分塩分補給して体調崩さないでほしいですねしとるって言っちゃいましたねそうなんです、博多ではしとるとかしとうとか言うんですけど、ちょっと最近抜けてはきたんですけど、また出てきてしまいましたね。日差ししっかり届いて、あ、日傘さしています。日傘さしてらっしゃいます。やっぱり今日は日傘欠かせませんね。紫外線対策もしっかりと行っていただきたいなと思います。日焼けしちゃいそう。私も朝来るとき傘さしてたんですけど、日傘しとる日傘しとったっちゃけど、バリ日差し強かったっちゃじりじり照りつけてきよって熱ーって思っとったって感じでしたね。シチョル、あ、シチョルは山口県とかで結構言いますよね。博多ではあんまり言わないかな。そうなんですよ。なので皆さん、この後外出する方も日傘で、できれば日陰を持ち歩いていただきたいなと思います。ということで、お天気カメラの様子を確認していきました。